こんばんは、平井博明です。今回はですね、インパクトゼロインパクトゼロってずっと言ってきましたけども、とにかく戻してくださいっていうのはずっと言ってきたんです。でも確かにクラブをインパクトにゼロに戻すことがすごく難しくて、どうやったら戻れるんですかとか、戻し方を具体的に教えてくださいって声をいただいて動画も撮ってるんですけども、より詳しい内容だったり、本当にどうやったらインパクトを戻せるのか、もしくはなんでインパクトがゼロに戻らないのかっていうのを今回の動画で解説していきたいと思います。今回の動画見ていただきますと、最後までご視聴ありがとうございましたって聞いた時には多分戻せてると思うので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。平井博明のワンナップゴルフ。そもそもの話していいですか。戻せるスピードで動いてなかったり、体の回転が速かったりしてるんで、クラブが戻せてないっていうのはもうほぼほぼ目に見えてるものだと思うんですよ。より詳しくやると、体が回転してなかったら何時間経ったってクラブはゆっくり振り遅れてたって戻る時間はあるんですよ。でも体がこうやって動くんで、打つ時間が作らされちゃって、その時間に間に合わなくて遅刻しちゃうんです。だから単純に座ってたらいつ戻したって間に合うんですよ。振り遅れることがないんで。じゃあこれがこうやってなってたら、もうそもそもスイングがもう別なものになっちゃうんで、これはまた話が変わっちゃいますけど、戻そうとしてる方で体回転しなかったら、これで戻ってるんですよ。ボールはまっすぐ飛んでて回転できないようにワイドスタンス、ワイドスタンスにして打ったって戻るんですよ。要は体を使おうとしてないから。これで腰切りますよ。そしたら絶対やって右飛んでくんですよ。だから体の回転とクラブの関係性が仲良ししてないと思うんですよね。体の腰の回転の方がすごいリーダーシップ張っちゃって、クラブにこううまくついてこさせてないと思うんですよ。そうするともちろんダフリシャンクトップっていうのはもちろん出ちゃうんです。自分の振りたいフルスイングのスピードあるじゃないですか。でそのスピードで練習で直そうとしてたらめちゃくちゃ難しい練習なんで、まずはこれ今8番アイアンですけど、8番アイアンで僕が150打つとします。したら練習なんで8番ヤードで100ヤードぐらい、自分の飛距離のマイナス50ヤードぐらいのイメージ、その飛距離に対して戻して打つ。でこれぐらいだったら戻せるスピードだなって自分で分かるんで、その戻せるスピードの限界を見つけるんですよ。さっき100ヤード打って今が120ヤードぐらい打ってるんですよ。それでも戻せてる。こういうチェックの仕方っていうのが大事なんで、とにかくアドレスのこの状態にお片付けするような感じなんですよ。上げてまたそこに同じ形に戻すことを優先してあげる。ボールを打ってナイスショットを打つことが優先じゃないんですよ。戻すことが優先なんで、戻せて初めてご褒美としてナイスショットが出るので、こういう動きをして戻したらいいショットが出るとかってそういう感じじゃないですよね。とにかくフェースがボールを向いてインパクトのところにこうやってまっすぐ戻ってくるように、どうすれば動けるかっていうのを自分でスピードなり形を見つけて動くことが大事なので、戻し方って言っても多分戻し方は絶対皆さん理屈上知ってるんですよ。普通に打たなければこうやって動けばこうやってもちろん戻るんで、ボールを打とうとするとそれができなくなるってことは素振りではできると思うんですよね。でもボール打つ時に何かが起こってるんですよ。それは体の回転が速すぎるのがほとんど、あとはボールを上げようとしたり捕まえようとすると左肘をこうやって引いて打つ時が多いんですよ。そうするとインパクトゼロに戻りづらいっていうことがあるんで、ボールが自分の円の一番遠いところ、インパクトが一番こう自分の遠いところにあるような意識で、ボールにクラブをこうやって向かわせる形、こういう状態を作ってあげるようなイメージも持ってた方がいいんですよ。こうやって引きつけてこうやって打つイメージではないので、ボールに届かせながらパチンって打つようなイメージがもっと出てくると、こうやって腕がこうやって伸びてきてちゃんとボールのところにピタンと合わせられるんで、ああいう意識っていうのがどこかで変わるはずなんですよ。こういうのかもっていうのは絶対
打ってくるとあるんで、そういう何か自分のポイント、自分だけのポイントっていうのを見つけてもらうと結構ゴールが早かったりするんですよ。なんでそういうところっていうのが見つけていただきたいんですよね。もちろんそのニュアンス的にとかこういう動きですよっていうのは教えられるんですけど、具体的な自分の感覚っていうのはご本人にしかないので、やっぱり数打つなり自分で動きをいろいろ探して動いてボールに伝えてあげることっていうのが大事になってくるんですよね、うん、早く振りたいって思うと、うん、体回そうとするのかな。体回そうとするし、左のグリップをこうやって使いたがる。引いた方が早く振れる感じ。そう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 、押すと遅いからね。引いた方がピュッてこう引けるから、早く振ってるような感覚になる。そうだけど、そうだからボールへのパワーは全然足りないの。押した方がパワーはあるから。そうだからボールに対してこうやって押してあげられるか、こうやってずっと引いちゃうか、それが結果的に飛距離が出なくなっちゃう。振ってたつもりなのに全然飛距離が出てないっていうのは引いてんだよね。そうで、アドレスのグリップの位置と自分の体の位置の距離がスイング中に近くなる。そう、そうなると飛距離は出ないから。軽く振って飛ぶ。軽く振って、うんうん、逆になるってことだね。力入れて飛ばないになる。そう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 、そう力入れたのに、そう全然飛ばない。そう全然それが出ちゃう。一番やっぱりいいのは力入れた分飛ぶのが一番いいじゃない、うん、結果として。そうでもそれは押せばそうなる。押せてれば入れたら入れた分だけ飛ぶのよ、うん、でもそう引いたら引いた分だけボールを切っちゃうから余計飛ばなくなっちゃうんだよね。そうだから本当にどちらかというと俺なんかは試合で出た選手の中で真ん中より下ぐらいのパワーだったのよ。でもそこまで飛ばないなっていう感じもなかったから、それはうまくボールは押せてたなとは自分では思ってる。あんまり引きつけ引きつけって言ってこうやってやろうとしない方がいいよね。いやどっちかっていうとこう解放させてこうドカーンと前に伸ばしてあげる。あんまりこれ言うとアウトに伸ばしちゃう人もいるから、それは良くない。ターゲットに対して伸ばしていくことが大事で、うん、アウトに伸ばしたらチーピン来ちゃうから、うん、だからターゲットに対して伸ばせば球の伸びっていうのが加わるから、だから本当振り遅れずこうクラブ寝かさないで開かさないでインパクトゼロに戻してくることっていうのがめちゃくちゃ大事になってくる、うん、どうしてもそれでも振り遅れたりコントロールしたい場合はわざと振り遅れさせたりするんだけど、その時に絶対条件として一つだけ解決してれば全てのダフリトップシャンクが出ない原因が一つだけあるの。それ絶対言えないの。絶対言えない。絶対言えない。うんと気が乗ったら別な動画で撮るかもしれないけど、これは自分の財産なんで言えないです。言えないです。スイングの結論って言って最終回って言って動画見ていただけた方いると思うんですけども、振り遅れてくださいって最後に言ってると思うんですよ。その意味取ります今後、はい、いつかね、いつか取りますんで、そちらの方を楽しみにしていただければと思います。なんで本当にインパクトにクラブを戻してくるっていう動作を自分なりに見つけてですね、あの本当戻すことに関してはスピードは絶対落として戻せる感覚を得ることがまず大事なので、それを先にやっていただいて、そこから自分の距離に戻すというのは簡単ですので、まずは戻せる作業をすることが大事になってくると思います。もうこの動画もう終盤なんですけども、もうこの時にはもう多分戻しきれてるかなと思います。ぜひですね、練習場へ行ってその戻す練習の仕方をですねいろいろ試してみていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。もう一個質問あったけど、はい、なんかその戻せるスピードで言ったら力感まで軽くなっちゃいそうで、うん、な気がするんだけど、そんなことはない、うん、それはダメな練習の仕方、なんか緩くなっちゃう。でも緩くなった飛距離をちゃんと落とせた設定にできてれば、体全体的な力感を落として
打つんだったら全然 OK、うんうん、だから飛距離も自分の今打とうとしてる距離もちゃんと落とせて、それに対して力感もボヨーンって楽に打つように打てば全然 OK。 そう、数字で表せないから難しいけど、なるべく均等に全て落とせる力感、回転、スピードっていうのを落とせればもうすごくゆっくりでゆるーって打っても大丈夫。したらそのゆるーく打った分でも振り遅れるから、それも気をつけられるから、そう、それをやっていただきたいポイントになります。